カットライン。俺の名前はヒロシ。ついさっき浪人生になった元受験生です。大学受験に失敗した俺はこれを両親に報告することをひどく躊躇していました。というのもうちの両親は出来の悪い俺に対してとても冷ややかで、大学に落ちたと知れたら家を追い出されてしまう可能性があったのです。そこで俺は尊敬する兄にメールを送りました。兄貴、俺浪人確定だ。浪人？じゃあまさか全滅だったのか。兄は俺と違い、成績優秀、スポーツ万能、おまけに誰にでも優しくて、とても気の利く完璧超人でした。剛は私たち夫婦の自慢の息子だぞ。そうよ。それに引き換え広志と来たら、一体誰に似たんだろう。俺は兄のようになりたくて、もっと頑張らなきゃといつも自分に言い聞かせていました。しかし、広志、またテストで赤点取って。一体いつになったら真面目に勉強するの。勉強してるよ。今もこうして一生懸命。ほっ、これは漫画。さっきまで読んでいた教科書は。勉強を始めるとなぜか時空がワープするんです。気がつくと漫画を読んでいたり、ペットボトルの水鉄砲を作っていたりしました。そうそう、最悪だったのは学校で居残り勉強をしていた時。わっ、けたたましい警報音。どうしよう、どうやって止めるんだこれ。俺はなぜか非常ベルのボタンを押していました。音で我に返りましたが、俺はどうやらこのボタンを押したら何が起きるのか気になって仕方がなかったようです。そらもう学校中大騒ぎになりました。すぐさま大量の消防車が駆けつき、優しかった校長先生にさえものすごい剣幕で叱られました。消防車で思い出したんですが、消火器をぶちまけてしまったこともあります。あら、夏休みに一人で街を冒険していた時のこと。ピンを抜いてレバーを握るとどうなるのか、どうしても気になった俺はついに我慢できず。きっと大丈夫だよ。え？頑張ったけど受験失敗しちゃったって、父さんと母さんに素直に謝ろうよ。そうすればきっと二人も分かってくれるよ。ああ、そういえば兄とのメールの最中でした。いつも頭の中で話が脱線してしまうんです。そうだよね、兄貴がそう言うならきっと大丈夫だよね。そうだよ、ヒロシだってやればできるよ。なんなら俺も一緒に説得するし、きっとそこまで怒られないよ。兄はそう言ってくれたのですが、父さん母さんごめんなさい。でも来年こそは絶対に受かるから、今度こそ約束する。出て行って、お前はもうこの家の息子じゃない。そんなこと言ったってどこ行けばいいのさ。知らん。ほら、何をしてる、叩き出されたいのか。父さん、ヒロシだって好きで落ちたわけじゃないんだし、何も追い出さなくたって。ここは私の家だ、誰を住まわせるかは私が決める。お父さんの言うことが聞けないの。あまり親を怒らせるんじゃないの。俺もっとバイトするよ。自分の生活費は自分で稼ぐし、家賃だって払うから。だったら一人暮らししなさい。もうお前の顔なんか見たくもない。兄貴なら何とかしてくれる。そう思ってさりげなく助けを求めたものの、ごめん、やっぱり出ていくしかないみたいだ。そんな、兄貴まで。でもきっと大丈夫だよ。たくさんバイトして1年間必死で勉強すれば、来年こそはきっと。俺は気の身気のまま家を追い出されてしまいました。携帯も家族で契約していたので、父に没収されてしまい、浪人生どころか放浪者になってしまいました。もう帰る家もないんだ。俺はどこに行けばいいんだろう。これからどうすればいいんだろう。俺は人生に絶望し、橋の上からぼんやりと川を眺めていました。するとそこを通りかかった人が心配して声をかけてくれました。何してるの、大丈夫？え、大丈夫です。ちょっと川を見てました。警察呼ぼうか。そういうんじゃないですよ。何見てるんです。その人はどういうわけかいつまでも立ち去ろうとしませんでした。後になってわかるんですが、彼女は渋谷さんと言ってちょっと変わった人でした。立ち話もなんだからコーヒーでも飲まない？ありがとうございます。俺は近くの喫茶店でコーヒーとケーキをおごってもらい、ここまで起きたことを全て打ち明けました。普通の大人なら、受験なんて小さなことだよとか、生きてればいいこともあるよとか、似たようなことを言うに決まっています。でも渋谷さんは独特でした。ご両親は勉強頑張りなさいって言うけど、勉強が全てじゃないよ。兄貴はあんなに頭がいいのに、俺は勉強どころか人としてダメですし、もっと頑張らないといけなくて。そういう運命なのよ、きっと。お兄さんは勉強が楽しくてしょうがないの。ひろし君は新しいものを作ったり、見たことがないものを見つけたり、そういうことが楽しいんじゃない？確かにそうですけど、
でもそんなことしても何の役にも立たないし。それはまだわからないでしょう。それ言ったら私だって学校では成績悪かったよ。渋谷さんは何の仕事してるんですか？私は工業製品を売ってるよ。研磨剤とか接着剤とかアクリル板とか、そういうものをメーカーに作らせてホームセンターなんかに卸してるの。旦那はうちで休職中。大変そうですね。確かに大変なこともあるけど、私たちは今が一番幸せだと思ってるよ。なんで私がこんな目にって思う時もたくさんあったけど、人って結局運命に抗えるようにはできてないんだよ。だから頑張らなくても自然と体が動くことに素直に身を任せればいいんじゃないかな。後になってそれが才能だったってこともよくあるから。じゃあ俺が毎日漫画読んでゲームしててもいいって言うんですか？極端に言うとそう。でもきっとそれだけじゃ物足りなくなると思うの。好きなことを追求してるうちに本当にやりたいことが見えてくるよ。そうなのかな。そうだよ。運命に抗ってもいいことないから。俺は渋谷さんの言ったことにかけてみることにしました。その日から自分らしく生きていいんだと信じて、受験をすっかり諦め、最低限アルバイトしつつ日々やりたいことをやって過ごしました。そして数年後、なんでグーネって俺は見事ただのチャランポランな人になっていました。そう、定職にもつかず欲しいものは衝動買いばかりして、休日は相変わらず漫画読んだり映画を見たり、その結果貯金もできず家賃2万のボロアパートに半ば引きこもって生活しているという見るも無残な有様です。そんなバナナ、これが俺の選んだ人生だというのかい？それともこうなる運命だったのかい？どっちなんだい？俺が電車の中で某ボディービルダー風に悪態をついていると思いもかけないことが起こりました。兄貴、俺が乗っていた電車が隣の線路を走っていた電車を追い抜いた時、向こうの電車の中に兄貴の姿が見えたのです。しかし完全無欠の超人だった兄はうつろな目をしていて、どこか悲壮感を漂わせているように見えました。兄貴、強し兄貴。あ、ヒロシか。こんなところで会うなんて久しぶりだな。仕事帰り？あ、まあな。兄貴疲れてる？俺もうダメかもわかんねえ。俺が声をかけると兄は途端に泣き崩れてしまったのです。俺はよ、就職先がひどくってさ、みんなが病気になったり仕事辞めたりしていく中で、ここは俺が頑張んなきゃってことで精鋭部隊をかき集めて新しい会社を起こしたんだよ。さすが兄貴、俺にはとても真似できない芸当だよ。けど最近どうもうまくいかないんだ。少しずつ取引が消えていって利益もほとんど残らなくて、自分の給料削ったり営業効率見直したりあれこれ努力してるんだが、このままじゃ社員を守るどころか辞める前の会社よりも社員を苦しめちまうことになる。でも兄貴はきっと大丈夫だよ。ほら、頭いいし何でもできるし。俺はかつて兄がしてくれたように兄を励まそうとしました。しかし、ヒロシ、俺はずっと嘘をついてたんだ。きっと大丈夫だなんて本当は俺が一番不安だったのに。俺は勉強なんか大の苦手でよ。でも才能も愛嬌も何もない俺には努力する以外どうすることもできなかったんだよ。自分の心をかなぐり捨てていつも優秀でいることでしか自分を保てなかっただけなんだよ。本当は優秀なんかじゃないんだよ。運命に抗うべきじゃない。運命に抗ってもいいことなんかなんもないから。瞬間的に渋谷さんの言葉が蘇りました。兄貴は本当は変態ドキュンクソゴリラになってアホ嫁と不倫三昧する運命にあったのでしょうか。もしかしたら彼にとってはその方が幸せだったのかも。しっかりしてくれよ。兄貴が気づいた会社だろ。みんな兄貴に期待してついていってるんだから。俺はもういいんだ。俺は結局誰も救えなかった。救えてるよ、俺がいるじゃんか。兄貴がこれ以上歩けないって言うなら俺が兄貴を背負ってどこまでも歩いてやるよ。ヒロシ、じゃあ一つ頼まれてくれないか。何？俺の会社お前が継いでくれ。ちょっと何言ってるかわからない。俺って何してたんすかね。人生で大事なことを学ぶには時間がかかるものだよ。あの賢いお兄さんですらここまで打ちのめされてようやく本当の自分に気づいたんだから。渋谷さん、俺渋谷さんの言った通り好きなことをして生きてきたんです。で、幸せかい？正直あんまりです。それは当たり前だよ。ヒロシ君は自分のやりたいことをやってきたんじゃなくて、大人たちが勧めたものに飛びついてただけなんだから。そりゃあ街歩けば美味しいものはいっぱいあるし、かっこいい服もあるよ。
今ならお金使わなくても YouTube でも何でもあるしね。でも消費活動で幸せになるのはすごく限界があるんだよ。人が本当に幸せになる時っていうのは、自分の意思で何かを作り出した時。物にせよ人間関係にせよね。俺には何も作れませんよ。それに今からじゃ遅すぎる。そういうとこ、できるできないじゃなくて、そもそもやろうとした逃げてきたんだよね。だってでももし失敗したら。逆に聞くけど、失敗したら何なの？ハゲるの？君がいくら失敗したところで、プリンが美味しいのも太陽が眩しいのも依然変わらない。何にも変わらないよ。だから大丈夫。それからさらに数年後、俺のボロアパートに両親が突撃してきました。ヒロシ、出てきなさい。しらばっくれたら承知しませんからね。つよしと連絡が取れないんだ。何か知っとるだろう。両親は兄貴の仕送りを当てにしてとっくに仕事を辞めていました。しかし兄貴が仕送りをしなくなったため、今度は俺にたかりに来たわけです。絶縁したんじゃなかったんですか？親子の縁はそう簡単に切れないのよ。子は親に感謝する、そして親の面倒を見る。社会ではこれが常識よ。あなたも少しは学びなさい。こら、人の話は最後まで聞きなさい。お母さんに説教されていたはずが、いつの間にか経済新聞を読んでいた。お前はいい年して仕事もしとらんのか。いざって時にこんな手たらくで親が困ってるんだから、2万でも3万でも持たせようって気はないのか。あれ、お金だわ。何か勝手に押し入れ開けてんの？本物だ、見ろ。軽く見積もっても3億はあるぞ。こんな大金どうしたのよ。部外者には関係ない。いいえ、部外者じゃないわ、当事者よ。こんなに持ってるなら少しぐらい分けてくれ。そら会社のお金だからダメだよ。そう、あれから俺は兄の会社を譲り受けました。気になることをほっとけない性格だったのが幸いし、俺は会社が抱えている問題の根本を次々と洗い出すことに成功。さらに持ち前の落ち着きのなさが発動し、20以上の事業をノリでスタートしました。経営者がこんだけ行き当たりばったりなので、ほとんどは空振りに終わりましたが、うち3つの事業が奇跡的にヒットし、膨大な利益を生んでくれていました。しかし会社が大きくなったことで裏切り者の兆候が出始め、会社の口座を悪用されるリスクがあったため、俺は急遽現金を引き出して自宅に保管していたのです。ねえヒロシ、ただとは言わないから、せめてお父さんを会社で働かせてくれないかしら。ほら、だって家族でしょ。都合いい時だけ家族面すんな。俺がどんなに苦しかったか、定年まで10年ぐらいあるでしょ。働けバカ。今更雇ってくれる会社がないんだ。強しも仕送りしてくれなくなっちゃったし。だろうね。兄貴ははっきり言わなかったろうけど、兄貴はあんたらのおかげでずっと無理して生きてきたんだ。そろそろ自分のやりたいようにやらせてやってくれ。あの子は今どこで何をしてるの？仕送りもしないで。スカンジナビアで自分探ししてるよ。いろいろあったけど、俺はこの人生で何をしたいのか冷静に考え直してみるよ。まずは手始めにフィンランドに行ってみようと思う。俺の知らない世界を見てみたいんだ。兄貴は当分帰ってこない。俺もこの家はもう引き払うから、父さんと母さんも俺に構わず好きに生きてくれ。無責任なこと言って、こっちはお金に困ってるのよ。そうだ、家のローンだってまだ残ってるんだ。差し押さえられて追い出されてもしたらどこへ行けって言うんだ。知りません。そんな考え直してくれ。私が悪かったから、頼む、見捨てないで。結局俺は1円も渡すことなく両親と別れました。両親はそのままローンを滞納し、やがて家を追い出されてしまったそうです。俺は新しい支社の近くでマンションを買い、今は不自由なく暮らしています。渋谷さんとは今も時々仕事の話で盛り上がったりします。兄貴はその後シンガポールで転職と出会い、やがて現地の人と結婚しました。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。